勝ちはしましたが早々と負けが込んで姿を消しました。今日は52キロの笹山、62キロの和田貴弘、74キロの太田拓也、90キロの河合達夫と4人の選手が出場しています。河合達夫は初戦で敗れて敗者復活戦に回っていますが、笹山、和田、太田といずれも自分の持ち味を十分に生かす完璧な内容で初戦を突破しています。ウクライナのディディエフとポーランドのコステキの対戦です。このウクライナのティディエフはですね、62キロで和田のライバルとなる、ティディエフと兄弟ですね。ああそうですか、はいはい、レスリングには兄弟選手がたくさんいまして、まあ、兄弟対決というのも昨日ありましたね。そうですね、昨日はカザフから出ているジャブライロフとモルドバから出ているジャブライロフ、カザフの選手が弟でモルドバが兄なんですが、2人が対戦して弟が勝つというそういう試合がありました。ね、兄が譲ったんじゃないでしょうかね。はい、でもオリンピックでですね、兄弟対決というのはまず考えられないことだと思いましたけども、そうですね、はい、まあ、しかしあの旧ソビエト系は国がたくさん分かれておりますので、まあ、あのカザフとモルドバに分かれて、まあ、兄弟で対決というちょっと考えられないような そういったことも実現できるんですね。はい、青がウクライナ、上から攻めていますラディエフです。ウクライナのティディエフとポーランドのコステキの対戦、ウクライナのティディエフが3ポイントを先取しています。そうですね、うまく相手を投げてバックを取ってですね、横串で、はい、あの3ポイントになりましたね。1ポイント2ポイントで3ポイントですね。さあ抱えた、どちらのポイントかもつれ合っている。青のポイントウクライナ、ティディエフに1ポイント追加、4対2、ポーランドのコステキも2ポイント上げています。そうですね、あのレグホールドで返したということで、はい、あの赤のポーランドのコステキにもですね2ポイント上がりましたね。スタンディングです。この試合は90キロ級です。90キロ級は日本の河合達夫が出場しているクラス。河合は初戦でスロバキアのロヒナに敗れました。ロイナに敗れました。敗者復活戦に回っています。河合としては最大限頑張って銅メダルを目指したいところです。昨年あの和田とですね、彼の兄弟とですね、あの同じ、まあ、ティリエフですが、はい、あの決勝をやってですね微妙な判定になった時にですね、彼もこの90キロのティリエフのちょうどそばにいてですね、あ、はい、あのお前はどっちが勝ったんだって聞いたらですね、いや俺は60キロ62のですね、兄弟の方が勝ったと、あそんなこと言ってたんですけど、あそうですか、はい、まあ、で同じウクライナ出身の、今日本のコーチをしています、はい、セルゲイベログラジオですね、あのビデオを持ってですねみんなに、はい、ウクライナのです、ね、チームに持ってってですね、はい、見せてましたね。ああそうですか、絶対和田が勝ってるって感じですね。日本のコーチをしているだけですね、はい、それだけ、昨日は微妙、あその昨年の世界選手権ですね、去年の世界選手権、はい、決勝は微妙でしたね。そうですか、はい、和田が第2位で結局トップに立つことはできなかったんですが、あとあの語り草になるくらいに微妙な判定だったということですね。しかも和田に手がもう上がってましたからね。あその後表彰台では和田がですね、はい、真ん中に上がれなかったんですね。なるほどね、はい、非常に残念でした。しかしその借りをこのオリンピックの大きな舞台で、はい、
取り戻してもらいたいですね。そうですね、あの選手には、まあ、そういえば昨日のアメリカとイランの重いクラスの100キロのアングルとヤデディの判定も、まあ、非常に微妙ではありましたが、はい、アメリカのカートアングルに金メダルということになりましたら、イランのチームがですね大変な抗議をして、はい、最終的にアングルが真ん中に立って金メダルを受けましたけれども、ヤデディは最初あの台に上がるのを拒否するかという、そんなところまで行きました ね、 そ、 ね、はい、そしてまあ優勝したカートアングラーも今やアメリカのヒーローでして、今日のですね、はい、アメリカの全国紙にもですね、はい、トップ一面の写真がですね、載ってましたね。なるほど、そうですね、はい、そしてあのお母さん、はい、そっくりな顔をしたあの大きな体のお母さんが、はい、直後に息子から金メダルを借りて首にかけて、はい、そうですね、自分が取ったような顔で ね、 そうですね、マスコミの前でニコニコして大喜びでしたね、はい、まあ、昨日の夜のこちらアトランタのテレビはそのアングルの金メダルを取ったその瞬間の映像などが何度も何度も出まして、まあ、大変な盛り上がりを見せていました、はい、残り1分少々、試合時間5分で争われています。90キロクラスウクライナのディディエフ5ポイント、ポーランドのコステキが4ポイントと、わずか1ポイントウクライナディディエフがリードしています。残り50秒ありますので、まだまだ試合の行方は分かりません。青がリードしているディディエフ、ポーランドとしてはワンポイントなんとかなりませんかね。そうですね、まあ、ティディエフも守りに入ってましたからですね、なかなかタックル取れないですから、まあ、今パーテルポジションを取って、パーテルポジション取りましたね、はい、ここがパーテルポジションを取りますか。取りましたね、はい、それが最後のチャンスになってます。ラストチャンスのコステキです。ここで返せば同点あるいは逆転というケース。残り15秒しかありません。レグホールドに行きますよね。ああ、そうですね、はい、レグホールドに入っています。今度は横打ちに持ち替えました。レグホールドからの返しは無理と見て作戦を変えてきましたが、5分経ちました。試合終了、ウクライナティディエフが勝ちまして1回戦を突破しました。